川中島合戦、菊池寛川中島における上杉謙信、武田信玄の一騎打ちは、誰もよく知っているところであるが、その合戦の模様については、知る人は甚だ少ない。琵琶歌などでも、天文二十三年、秋の半ばの頃とかや、 と歌ってあるが、これは間違いである。光悦二章が手切れとなったのは、天文二十二年で、地雷二十六年間の光線状態において、川中島における光線は数回あったが、その主なるものは、工事元年七月十九日、西川河半の戦闘と、 A64 年9月10日の川中島合戦との2回だけである。他は言うに足りない。この9月10日の合戦こそ、光越戦期のクライマックスで、謙信が、小豆長光の名刀を振りかぶって、信玄に切り作ることを9回にわたったと言われている。武田信玄も、上杉謙信も、 その軍隊の編成において、統率において、団体戦法において、洋法において、戦国の軍友をはるかに凌駕しており、つまり我が国における戦術の回祖と言うべきものである。その二人が川中島において、竜子の大激戦をやったのであるから、戦国時代における 大小幾多の合戦中での成果と言っても良いのである。武田の家は、源義家の弟、神羅三郎義光の後で、第十六代信虎の子が信玄である。陽名勝千代、天文五年十六歳で、将軍足利義晴より意味名を賜り、春信と称した。 この年父の信虎、新州作の雲の口城の平賀原心を攻めたが抜けず、囲いを解いて帰るとき、信玄わずか三百機にて取って返し、ほっと一息ついている敵の油断に乗じて城を落とし入れ、上昇原心を打った。しかも父信虎、少しもこれを称さなかったという。その頃から、 不死の間不和で、後天文十年、父信虎を姉婿なる今川義元の駿河に退院せしめて、位一国の領主となる。時に年二十一歳、若い時は文学青年で、詩文ばかり作っていたので、板垣信方に諌められたくらいである。だから武将中、最も教養あり、 その詩に、縁外の風光、分外新たなり、すだれを巻けば、三色銀身を悩ます。洗顔また、ガビの趣きあり、一生愛善美人のごとし。歌に、さみだれに、庭のやり水背を深み、 朝字が末は波よするなり。立ち並ぶ。貝こそなけれ桜花。待つに千歳の色は奈良和で。詩の公説は自分にはわからないが、歌は武将としては上々の部であろう。また、継承閉書に通じ、孫子を愛読して、その軍記に、 孫子軍曹編の名語。早きこと風のごとく。静かなること林のごとし。侵略すること火のごとく。動かざること山のごとし。を二行に書かせて、川中島戦役後は、大正期として外栄に翻していた。その他諏訪名人を信仰し、 巣は南宮上下大明神と一行に対処した旗も用いていた。上杉謙信は元長尾市で、平氏である。元来宋州長尾の宋にいたので、長尾氏と称した。先祖が関東から上杉氏に随住して越後に来たり、その重臣となり、上杉氏衰うるに及んで勢力を得、 謙信の父、ためかげに及んで国内を押した。ためかげ死死、兄、春かげ継いだが、病弱で、国内の軍友すら圧服することができないので、弟、謙信わずかに14歳にして先人にいで、19歳にして長岡を相続し、春日山城により国内を鎮定し、異名を振るった。 しかし、謙信が上杉氏と称したのは、越後の上杉氏の氏となったのではなくして、関東慣例山の内上杉家を継いだのである。すなわち三十二歳の時、山の内則りから頼まれて、関東慣例式を譲られ、上杉氏と称したのである。その責任上、永禄三年兵を関東平野に進め、 関東の諸大名を衣服し、永六四年に北条氏康を小田原城に囲んで、その城合蓮池のほとりで馬から降り、城兵が鉄砲で狙い撃つにもかかわらず、悠々カンカンとして将棋に腰掛け、お茶を三杯まで飲んだ。謙信もまた、信玄に劣らぬ文武賢美の大将で、 文芸の趣味深く、詩にはおなじみの、下は群営に満ちて、周期清し、崇高の加減月参考、越山合わせ得たりの周の敬さもあらば、あれ佳境遠征を思う、の詩があり、歌には、もの符のふの、 鎧の袖をた敷きし、枕に近き遥かりの声、などある。現代の政治家や実業家の歌などよりは、はるかにうまい。また、平学に精通し、軽心家で、槍は一台に間絶し、春日の瞑想を自在に操り、剣をよくして、備前おさふね、 アズキ長光二尺四寸五分の対等を打ち振るうのであるから、誠に孝固の武将である。信玄が重厚盛教であれば、賢信は先鋭下断の冠爵持ちである。大田和正賢信を表して、賢信公のお人となりを見申すに、等にして八つは大賢神。 その二つは大悪人ならん。怒りに乗じて成したまうこと、多くはひがごとなり、これその悪しきところなり、勇猛にして、無欲正常にして器量大、連直にして隠すところなく、明便にしてよく察し、時計にして霜を行くす。 このみて中間をいるるなど、その良きところなり、と言った。謙信は川中島の一気打ちなどから考えると、どんな異常部かと思われるが、テルトラ、対単章にして、左すねに奇手あり、錬金なり、と言うから、とこうで少しびっこと言うわけであるから、 その列々たる気迫がタンクに溢れて、人を威圧したありが想像される。永六四年川中島合戦には、謙信は上杉憲政から一時をもらって、ま虎とと言っていたのである。その翌年、将軍吉輝から一時もらって、照虎と改めたのである。入道して謙信と言ったのは、 もっと前である。謙信かつていわく「信玄は常に五度の勝ちを考え七里進むところは五里進み六部の勝ちをこよなき勝ちとして七八部にはせざるよし」「されど我は五度の勝ちを考えずただ弓矢の正しきによって戦うばかりぞ」と言っている。 これによって、この二章の弓矢の取り方がわかると思う。元来死なのには、五人の豪族が割挙していた。次の通りだ。一、平賀玄信、作軍平賀城。二、諏訪頼重、諏訪軍上原城。三、小笠原長時。 ちくま、あずみぐん、ふかしじょう、まつもと。し、きそよしやす。きそだに、ふくしまじょう、ふくしま。ご、むらかみよしきよ。ちいさがた、はにしな、さらしな、みちの、たかいしょぐん、くずおじょう。しんげんは、 天文九年から天文十七年にかけて、これらの諸号を順次に攻めてこれを滅し、そのうち最も強大なる村上義清を,を駆逐して、ついに謙信にその窮状を訴えしむるに至った。川中島合戦は、村上義清を,を救うための犠牲と言われている。しかし北進にまで高田の手が伸びた以上、越後なんぞ安からんである。 信濃から春日山城までは、わずか十数里である。常に武田の脅威を受けていては、謙心上落の志も、関東経営の勇志も、伸ばすによしないのである。今北進の諸号が泣きついてきたのこそ、またとない機会である。義戦を唱えて、武田を要聴すべき時が到来したのである。 されば川中島出陣に際して、越後岩船の四季部勝永に送った書状にも、雪中五大義たるべしといえども、世をもって日に次ぎ、御人着町入り候。楼。新州味方中滅亡の上は、東国の備え安からず候上。と言っている。犠牲であるとともに、 自衛戦でもあった。信玄もまた上洛の志がある。それには、孔子の憂いを立つために、謙信に大打撃を与うることが寛容である。されば北条氏康今川義元と今を通じ、南方の憂いを立ち、もっぱら北方経営に当たらんとした。そして謙信が、 長ョ小田原を囲んだとき、信玄は信なのに入って作動したのである。謙信は永禄四年春、小田原行為中、信玄動くと聞き、今度こそは信玄と有無の一戦すべしとして、越後に馳せ返ったのである。二年越しの関東大陣で、平和が疲れているにもかかわらず、 直ちに神ぶれに及び、姉婿長尾正影に一万の兵を託して、春日山城を守らしめ、自分は一万三千の兵を率いて、一つは北国街道から大田切り、小田切りの県を越えて善光寺に出、一つは関道富倉峠から飯山に出た。この度、新州のお働きは千年に超越し、 ご遺恨ますます深かりければ、この一戦に国家の安否をつけるべきなり云々とあるから、謙信が覚悟のほども察すべきである。時まさに秋も半ば、軍旅の後期である。飯山に出た謙信は、善光寺にもとどまらず、大胆不敵にも、敵の剣上たる海図城の後方をぐるりと回り、 海津城の西方十八丁にある西助山に向かった。北国街道の一軍は、善光寺近くの旭山城に一部隊を残し、善光寺から川中島を南進し、海津城の前面を悠々通って、西助山に到着した。河の名将、高坂壇上正信の守る剣城の前後を、会釈もなく通った。 敵地深く侵入して、再助山に占拠したわけである。まさに大胆不敵の振る舞いで、敵も味方も驚いた。しかし再助山たる、巧みに海図城の防御正面を避け、その即敗を脅かしている高位置で、戦術上地形判断の妙を極めたものであるらしい。盆栓ならば、 ちくま川の左岸に陣取って、海津城にかかっていったに違いないのである。越後軍機に、信玄西助山へ寄せてきてせむるときは、彼が人形常々の守りを失うべし、そのとき無二の一戦を遂げて勝負すべし、とある。八月十六日、西助山に着いた謙信は、 日頃損心する美写門店の美の一字を書いた旗と、龍の一字を書いた旗とを秋風に翻して、海津の高坂正信を威圧したわけである。龍字の旗は突撃に用いられ、乱れかかりの龍の旗と言われた。海津城の高坂正信は、呪しによって急を甲府に伝え、別に牙の使いを立てて、 馬を変えつつ急報した。自らは情報を深くして、死守の決心をなした。かねて各あるべしと待ちかねていた信玄は、その法を聞くと、南進の諸将に軍勢を催促しつつ、十八日に交付を立ち、二十二日には上田に到着している。その兵を持ちうるまさに、 早きこと風のごとしである。そして上田において軍儀を凝らして、川中島に兵を進めるや、これまた謙信に劣らざる大胆さで、謙信の人所たる西助山の西方を素通りして、その西北方の茶臼山に人した。謙信が海津城を尻目にかけ、わざと敵中深く入ると、 信玄はまたそれを尻目にかけて、敵の退路を立ってしまったわけである。実に痛快極まる了承の応酬ぶりである。かくて剣心は、自ら好んで、袋のネズミとなったようなものである。信玄大いに喜び、石膏を放って、最除山の陣営を伺わせると、 小包を打って、妖曲屋島を歌っている。信玄安に相違して、諸法に石膏を放つと、旭山城に謙信の伏兵あるを知り、茶臼山の陣を徹して海津城に入った。自分の方が、西樹山と旭山城との敵軍に、挟み撃ちされることを心配したのかもしれない。 かくて信玄は海津城に、謙信は西女山に相退治すること十四日に及んで、いつか九月九日、長陽の節句になった。謙信は悠々として、帰国する様子はない。と言って海津城から、直接高生にいずることは不利である。節句の祝いを終わって、 信玄諸将と軍議を開いた。縮小お部評部など、千年以来未だ一度も手詰めのご合戦なし。この度ぜひともご一戦しかるべしという。信玄攻撃に転ずるに決し、山本勘助馬場民部に命じて攻撃計画を立てさせた。 山本らの作戦計画は、次の通りである。二万の五人ずのうち、一万二千をもって、西条村の奥森の平を越え、倉科村へかかって、西条山に攻めかかり、明朝宇の国に合戦を始める。謙信は勝っても負けても、必ず川を越えて、川中島に入れるであろう。 その時信玄旗本八千をもって途中に待ち受け、前後より攻撃すれば、味方の勝利疑いなし、というのである。信玄、高坂男女、尾部兵部、馬場民部、真田幸さからに一万二千を引き締めて、最女山の背面を襲わしめ、謙信が巣から飛び出すところを撃とうというのである。 個人これを、キツツキの戦法と言った。すなわちキツツキがキナカの虫を捕らえるとき、穴と反対の側をコツコツとつつき、虫を驚かして、穴から出たところを食べようというのである。その上、長陽の石膏を利用して、敵の油断に乗じたのである。しかしキツツキに穴の底を叩かれて、 のこのこ這い出すような謙信ではなかった。八月十六日以来、謙信はただただ参上を商用して、腰を銀じ、琵琶を断じ、自ら小包を打って金字に歌わせるなど、余裕しゃくしゃくであった。なおえ和戸の神ら、これを不安に思い、敵は川中島に陣取り、 我が領土を立ちたるため、我が軍の領食は今後まさに10日にして尽きん。速やかに春日山の留守隊に来園を命じ、皇軍の背後をつかしめられてはいかん、と進言したが、謙信は10日の領食があれば十分だと言って聞かず、山の守は、もし春見海図の城兵をもって我を牽制し、 彼自ら越後にいらば、策の施すべきなし。といえば、謙信笑って、春日山は厳重にしてあるから不安はない。春信もし越後にいらば、我また交付をつかんのみ。と言って済ましていた。九月九日、謙信は長陽の仮説を祝した後、夕方霊のごとく腰を図しつつ、 高知を満歩しつつ、遥かに海図城を望めば、水縁異常に立ち上っている。謙信はたちまち皇軍の出動を予感した。忍びの兵、すっぱ艦長の持ち来たる情報も入ったので、皇軍が隊を二分し、一つは最序山の背後に回り、一つは川中島に溶撃の計画であることが分かったので。 我まず先んじていで、奇襲を試みようと決心した。謙心の得意思うべしである。このことを期しての、二十四日の辛抱であったのだ。血中の虫は、キツツキの叩くを待たず、自ら踊り入れて、信玄を襲わんというのである。 この時の越軍の軍隊区分は次のごとくで、やがて行動を開始した。時に午後六時である。先方、柿崎山戸の神、中軍旗本、色部首里の神、竹の股三河の神、村上義春、島津則久。右備え、 柴田終わりの神、山吉孫次郎、梶彦次郎。左備え、本城越前の神、安田慈武醤油、長尾東都美の神。後ろ備え、中城越前の神、古史駿河の神。後押さえ、甘春大見の神。 小二だ、主張。直江大和の神。さて、一般子卒には。一、妙当かご寄人の胸、応勢いださる。最も非、短きゆえ、夜更けにお立ちあるやも知れず。二、静粛に更新して、途中敵兵これを遮らば、 切り破って善光寺へ向かうと心うべし、と伝えられた。九日の月の西山に没するや、十一時ごろか、上杉軍は静かに行動を起こした。兵は物言わず、馬は下を爆していな,なくを絵ざらしめた。全軍粛々再助山を下り、 その上長蛇の山をいずるがごとくして、犬ヶ瀬を渡った。時まさに深夜、夜食心深。ただ鳴る者は、鎧の草刷りのかすかな音のみである。ただ、甘かす大見の神は、西除山の北赤坂山にとどまり、後押さえとして敵を警戒しつつ、十二ヶ瀬を渡って、 小森付近にとどまった。一方、西助山には、人中の鏡は平常通りに焼かれ続け、髪の偽肌が夜空に無数に翻っていた。かくて十日の午前二時半ごろ、越軍は西川の南方に当面して陣取り、豪遊無比の柿崎泉の神を先陣に、大将剣信は、 微地肌と日の丸の旗を陣頭に押し立てて、第二陣に控えて、決戦の明日を待った。ただ、小仁田の直江山戸守は、北国街道を北進して、西川を小一の私にて渡り、善光寺へと退却せしめた。甘かす隊は遠く南方小森において、西条山から来たるべき敵に備えた。 時に川中島は、善や小雨があったためか、ちょっと先もわからぬ濃霧である。川中島五度合戦期に、越後人所より草刈りども二三十人、未明より出かけ回りうんぬんとあるは、天文二十三年のこととして出ているが、それは間違いであるから、おそらくこの時のことであろう。越後の軍より、 草刈りの農夫に化けた石膏が、川中島を右に左に這い回ったのであろう。謙信は石膏を放って、敵の旗本軍の行動を探らせ、航軍が広瀬を渡ったことを知り、奇襲して敵を粉砕し、旗本を押し包んで信玄を打ち取ろうと、水沢の方向に向かって静かに前進を起こした。戦わずして謙信は、 十二分の勝利である。西樹山に向かった行軍は、地理に明らかな高坂壇上が先導で、月の西山に没する頃には海図を発し、倉品の山越しに西樹山へ向かった。しかしこれは三冠の象形で、秋草が道を覆っているので、行軍に難重した。しかも一万二千の大軍であるから、 夜明け前に最助山に到着するはずであったのが、はるかに遅れた。一方、信玄の旗本は、豪遊の山形正影が先鋒となり、十日虎の刻、午前四時に海津城をいで広瀬に置いて千曲川を渡り、山形は神明付近に正面して陣死。左水沢には、武田信繁、その左には、 穴山伊豆の神が陣取り、また右には、諸角文吾内藤主里が、田中付近に陣した。信玄は八万社の東方付近に、他の書体はこの左右前後に陣す。この位置は今、三立七立と称せられているという。信玄のそばには、巣は信号旗と、孫子の旗がひるがえっている。 時に川中島の名物、濃霧が深く立ち込めて、ちょっと先も見えない。皇軍は、越軍が川中島に来るのは、辰野国、午前八時と考え、厳然たる体形は整えずにいたらしい。ただ、信玄は、腰をかけたまま最助山を睨んで、何らかの変化を期待している。 んぞ知らんや上杉軍は、ンリの前方に展開しているのであった。すでにうの国く、午前六時となったし、農無は次第に晴れてきた。ふと前方を見れば、子はいかに、越の大軍が、牛尾のごとく我に向かって前進中である。まさに、暁に見る先兵の大河を要する王だ。 武田の諸生もこれを見て大いに行転し、子はいつの間にかかる大軍がこの地に来たれる。天よりは振り剣、地よりは脇井で剣、誠に天馬の諸行なりと、差しもに流行る武田の優勝申しも、恐怖の色を表し、諸軍浮足立ってぞ見えたりいける。紅葉軍旗剣信は、 一万三千のうち、旭山城に五千を残したから、西兵八千で、人数は同じであるが、不意に出られた武田勢は、最初から精神的な一撃を受けたのである。さすがに百戦連磨の信玄は、少しも驚かず、裏の民部に敵情を探らせたところ、剣心味方の備えを回って立ち切り、 幾度も核のごとく騒浪て西側の方へおもむき騒との報告。新元庫を聞こしめし、さすがの裏のとも覚えぬことを申すものかな。それは車係とて、行くまわり目に旗本と敵の旗本と打ち合って一戦するときの軍法なり、とあって、備えを立て直したという。だが車係とは、 いかがするのか、ちょっと疑問で、大軍を立ち切り回すというのは実際困難である。だが軍記作者のヨタでもないらしく、実際川中島における謙信の陣立ては、水車のごとく、旗本を軸として回って陣し、全軍が敵軍に当たった。しかし詳しいことはわからない。 越軍は先方柿崎泉守が、大かの旗を先頭に、一体千五百人が猛進を始め、午前七時半ごろ、水沢の西端に陣取っていた、武田様之助天宮信繁の隊、七百に向かって突撃してきた。天宮隊は大いに老狽したが、槍を取って、時を上げて応戦した後軍は、 まだ陣の立て直しも済まぬ時であったが、落ち着いた信玄の命令に従って、誘約敵に当たった。信玄は陣形を十二段に構え、迂回軍の到着まで持ちこたえる策を取り、ムカデの差し物さした使い番衆を書体に走らせて、書体その位置をなるべく保つようにと言明した。柿崎隊と天球隊との白兵戦は、 川中島の静寂を破り、付き合う槍の響き、切り結ぶ太刀の音すさまじく、喧騒のひらめきが清掃を極めた。柿崎隊は新種を入れ替え入れ替え、無に無三に突き進み切り立てたため、刺し物天球隊も苦戦となり、大後次第に乱れるに至った。この日天球信重は、 小金作りの武田美の前立て打ったる兜をいただき、黒糸に火を打ち混ぜて脅した鎧を着、根治のほろに金にて凶文を書いたのを追い、影の馬にまたがり災配を振るって激励したが、形成火となったので、奮然としてほろを脱して家来に渡し、我が子信豊に与えて形見となし、兜の忍びの尾を切って、 三尺の太刀を打ち振り、群がり来たる越兵を切り捨て、なぎ倒し、鬼神のごとく戦ったが、刀折れ、力尽きて打ち死にした。とにかく、信玄の弟が戦死する騒ぎであるから、その苦戦察すべしである。ここに山形隊の一部が、天球隊を助けたため、 柿崎隊も交代のやむなきに至った。また前方で、柴田隊と穴山隊の混戦があったが、穴山隊も視力を尽くして激戦した。この時、越野本城、安田、長尾隊は、甲野諸住、内藤隊と皇軍の右翼で接戦し、皇軍の師匠ようやく多く、 隊長、諸角文語の神虎沙田は、今はこれまでと、桶川堂の大鎧に火炎頭の兜と勇ましく、たくましき足毛にまたがり、大海の槍を打ち振って、阿修羅のごとく越平をなぎ倒したが、槍を折れ、力尽きて打ち死にした。ここにおいて諸角、内藤隊が交代し、柿崎隊と山吉隊は協力して、 孔の猛将山形隊を打ち退りぞけたので、信玄の旗本の正面が感激を生じた。謙信はこれを見て取り、その旗本を、各翼の陣すなわち横に広がる体形に展開して、八万パラの信玄の旗本めがけて、相当を取って突撃した。そのせい三千、謙信の旗本も、 猛然これを迎えて擁撃し、右の方を持ち続きた及び信玄の着手太郎義信の隊も、左備えの原隼と、武田昭陽剣も来園して、両軍旗本の大接戦となった。これより先、山本勘介春行は、今度の作戦の失敗の責任を思い、六十三歳の老齢をもって、 坊主頭へ白布で鉢巻きをなし、黒糸おどしの鎧を着、かつげの春目に打ちまたがり、三尺の太刀を打ち振り、手勢二百を連れて、丘付近の最も危険なところにいで、越軍の中に突入し、身に八十六箇所の重傷を受けて、部下と共に討ち死にした。このごろ両軍の後ろ備えは、 全部前線に出て、一人の戦わざる者も,もなく、両軍二万の甲冑武者が、八万パラにみちみちて切り結び付き合った、相関である。信玄の着手、太郎義信は、時に二十四歳、武田菱の金具竜頭の兜をかぶり、紫裾子の鎧を着、青毛の春芽にまたがって、 旗本を助けて奮戦したことは有名である。その際、恥鹿の源五郎忠次は、主君義信を援護して、馬前に討ち死にした。越軍の隆治の旗は、いよいよ朝風の中に進出してくる。皇軍の旗色次第に悪く、信玄将棋のあたりにいた直属の部下も、 各自信玄を離れて戦うに至り、将棋近くには、二三近所の者がとどまったに過ぎない。しかしどうせざること山のごとき信玄は、将棋に腰を下ろして、冷静な指揮を続けていた。信玄は黒糸おどしの鎧の上に、火の衣を羽織り、明珍信家の名作、 諏訪保証の兜をかむり、後の勝利を期待して、味方の所税を励ましていた。時に年四十一歳。この日、越の首相上杉テルトラは、婚姻とおどしの鎧に萌え木ドンスの銅肩絹をつけ、金の星兜の上を、縦絵星白胎の練り絹を持って、 行人包みになし、二尺四寸五部、純慶長光の太刀を抜き放ち、宝鐘月毛と名づくる名馬にまたがり、マリシテンの再来を思わせる格好をしていた。今や信玄の周辺人なく、後期一すべからずと見て取った謙信は、馬回りの合兵十二騎を従えて、吉信の隊を突破し、 信玄めがけて殺到してきた。禅情のいたすところか、その徹底した猛撃は、まさに鬼人のごとくである。これを見た信玄の禁止の者二十人は、槍すまを作って突撃隊を阻止したが、その間を駆け通って、諏訪という間もなく信玄に近寄った謙信は、長光の太刀を振りかぶって、信玄めがけて撃ち下ろした。 謙信時に三十二歳。琵琶の文句通り、信玄は刀を取る糸間もない。手に持った軍配ちはで発しと受け止めたが、続く二のたちは信玄の腕を傷つけ、石火のごとき三のたちは、その肩を傷つけた。この時慌てて駆けつけた原大隅の神虎吉は、傍らにあった信玄の青貝の長葬を取って、 相手の騎馬武者をついたが外れ、その槍は、馬の三頭、背筋の後部をしたたかついたので、馬は驚いて駆け出したので、信玄は孤こを逃れた。例の五千記では、この騎馬武者を誰とも知らず、越後の荒川伊豆の神なるべしと取り沙汰したが、それを、正虎聞き候ろうて、 打ちとどむべきものを残り王子と皆に申し候よし、とある。戦国の世、激戦王子といえども、未だ首相が武器を取って一気打ちしたという例は、多くはないようである。信玄はその後も侵食自弱。孫子の旗と保守の旗をかざして、将棋を動かず、 何事も中利氏がごとく軍配を振って指揮したというが、あまりそうでもなかっただろう。後、内輪を剣したところ、八箇所の跡があったというから、よほど何回か打ち下ろしているわけである。原大隅の神は、主君の槍を高く上げて、今、最女さんより、味方の先手衆駆けつけたぞ。 戦いは味方の勝ちぞと叫び回った。信玄の落ち着きぶりと、この木々の処置とは、まさに崩れかかった味方に、百倍の勇気を与えた。この時のありさまを、紅葉軍艦に、敵味方三千七百の人数入り乱れて、ついつつかれつ、うつ打たれつ、互いに具足の綿紙を取り合い、 組んで転ぶもあり、首を取って立ち上がれば、その首は我が主なりと名乗って、やりつけるを見ては、またそのものを切り伏せ、後には十八九歳の造り取りまで、手と手を取り合い差し違え候、とある。両旗本の激戦の様を記しているのである。他の書体も皆この通りであっただろう。 とにかく光悦二軍の精兵が必死に戦ったのであるから猛烈を極めただろう。後年大阪人の時、抜群の働きで感情をもらった上杉家臣、杉原近則が、この度の戦いなどは、謙信公時代の戦いに比べては、疑似のようだと言ったことがある。一方、西女山に向かった後軍は、 午前七時頃最女山に達し、足軽を出して敵に新たらしめたが、山上関として声なく、敵の石影も見えない。怪しげな髪の偽旗が、すすきの間に揺れているばかりである。そのうち、朝霧の晴れた川中島の彼方から、時の声、鉄砲の音が聞こえるのではがみして、 重傷が川中島を望んで駆け降りた。かくて最も近い都庁ばたる十二か瀬を渡ろうと急ぐや、越の新狩天り甘かす大見神は、川辺の足間から一斉に鉄砲の雨を浴びせたので、公衆兵悩まされながら、川の上下思い思いに、雨の宮の私、猫がせなどから、川を渡り北進した。 猫ヶ瀬を渡った小山田隊は、最も早く川中島に達し、越軍の最右翼柴田隊に向かって、猛烈に突撃した。この新種に敵しがたく、柴田隊は退却を始め、犬ヶ瀬を渡った皇軍も、剣心の旗本の背後に向かって猛進し,した。今や鵜海軍が、 敵の背後で歓声を上げているのを聞いた信玄の旗本軍も、四季富に振るい、各将は、先手衆が来たぞ、戦いは勝つぞ、と連呼しつつ、旗を振り、蔵を叩いて前進した。形勢一変、今や越軍は、総退却のやむなきに至った。そこで首相謙信は、 広瀬の方面に敵を圧迫していた所将に、速やかに兵を収めて、西川方面に退却するように命じ、自らも柿崎らと共に、背後の西除山を迂回してきた皇軍に当たりつつ退いた。太郎義信も軍を整えて、謙信の旗本を追撃した。謙信は初代の退却を見届けて最後に退いたが、 公軍の追撃猛烈のため、西側に退却するのが困難になったので、東方に結露を開き、見巻畑の背を渡って尻いたと言われる。越軍の大部分は神馬ヶ原で変撃し、丹波島の西側を渡って、善光寺方面へ総退却した。この西側を渡るにあたって、公軍の新種の追撃を受けて、 あるいは打ち死にし、あるいは溺れる者が続出した。犀側は水量が相当に多いのである。越のしんがり甘かす大見神影持は、部下を集めて最後に退却を起こした。皇軍はこれを越の旗本と見たそうである。しかして玉木の北方付近に至るや、高坂男女の追い打ちを受け、 これに応戦した。高坂は西助山より、自分の持ち上たる海図城を気遣ってこれに向かい、それより八万原に出たので、時すでに敵を西川方面に追い打ちしている時だったので、甘か隊を見て、良き敵逃がすなとばかりどっと突撃した。甘か隊は時々逆襲しつつ西川を渡り、 悠々砂岸の市村に陣取り、大戦の大まといを頑丈に高く掲げて、廃兵を収容した。この天かす隊のしんがりぶりは、長く川中島合戦を語る者の,の簡単するところである。これで川中島合戦は終わったわけである。大戦ではあったけれども、政治的には何の効果もなかった。 このため、上杉武田両家とも、別にどうなったわけでなく、川中島は元のままであった。損傷を比べてみると、上杉型死者三千四百、武田型死者四千五百、これで見ると、武田型の方がひどくやられている。その上弟信重は討ち死にし、信玄自身、 この吉信も負傷している。上杉方は、名ある者は一人も死んでいない。また作戦的には、武田方は巧みに裏を書か,かれている。しかし戦国時代では、戦争の勝敗は、芝居を踏みたるを勝ちとす、としてある。芝居というのは、多分戦場ということであろう。 つまり戦場に居残った方が勝ちである。そう考えると、武田方が勝ったことになる。豊臣秀吉が、川中島の合戦を批評して、宇の国より辰の国までは、上杉の勝ちなり、辰の国より美の国までは、武田方の勝ちなり、と言っているが、これは一番正当な批評かもしれない。 その後、永六七年の戦に、光悦両軍、他年の勝負を相撲に決戦とし、光軍より代表の安間彦六、越軍より商標の長谷川横左衛門を出して組み打ちさせ、横左衛門勝って、川中島四軍越後に属したとあるが、これは嘘らしい。川中島合戦の時、信玄は四十一歳。 謙信は三十二歳である。秀吉に言わせると、墓の行かない戦争をやったに過ぎないかもしれないが、信玄は辛抱にして盛況謙信は先鋭にして果断。実にいい取り組みで、検討で言えば、体重の相違もなく、両方とも鍛錬された武器を持っていたわけであるから。 この川中島の合戦も引き分けになったのは当然かもしれないのである。吹き。一。上杉謙信が入道して謙信と称したのは二十歳頃からである。二。大田和正は道館の孫で三落と合した。志望あり、秀吉。 家康に向かってサタンして曰く、今ここに二つの不思議あり、君知れりやと。家康曰く、一つは三落ならん、二つはわからずと。秀吉曰く、我ヒップより怒りて、天下に主たると。三落が血ありて、一国をも保つあたわざると、 これ二つの不思議なりと。また秀吉山楽に向かって曰く。恩身は知人優の三徳ある。了承なり。されど昇進なり。我一徳もなし。しかし天下を取るが得てなりと。大将の戦い七十九度。一番槍二十三度。 死は天下になっている名称だったが、出世運の悪かった男である。三、謙信が幾たちも切りつけながら信玄を打ち漏らしたのは、だらしがないようだが、馬上の立ち打ちで、魔道でどうにもならなかったらしい。後であの時槍を持っていたならば、決して打ち漏らす間じきにと言って、 剣心が短足している。槍を持っていなかったため、流星皇帝長蛇を一したのである。作者。